さて、まあ、夜のドライブからだいぶ映像を飛びまして、今、キリア内の、中にいてですね、もう公開練習の、出走場所ということで、あと、今目の前の黒いスイフトがいたら私の番ですね。ほんと、ここのコースの特徴としては非常に勾配が多くて、でかつコンパクトだけれども、まあ、そこそこ距離があるっていうのかな、なかなか面白いコースですね。もうね、スタートがいきなり下りでね、すごいんですよ。とりあえずね、今回、ブレーキとか、足前のセッティングもですね、変えてから全然テストできてないんで、行きます。よし。あちぃ。暑かった。あ、でも、コース的には結構楽しいかな。うん。まあ、あとは、ブレーキロックして、ざーっとまっすぐ進んだところもあるので、そこはまあ、ブレーキの組み加減でコントロールすればいいかな。ちょっともう少し慣れは必要ですけれども、フィーリングとしては、すごくいいですね。うん。なので、ちょっと明日の本番が、楽しみです。いやでもここのコース楽しいわ。はい、お疲れ様です。お疲れ様。今はですね、もう、公開練習が終わりまして、で片付けも終わって、これから、ホテルに向かおうというところですね。結構残っている人まだいらっしゃるのかな。あとは、その過半数車置いてくんかね、としたら。ああ、とか1台に乗り合って行くとかね。ね。なんで、お友達多いからみんな。うん。そうそう。友達少ないみたいに言い方やめてや。さて、ね、ここからホテルまでがだいたい40分ぐらいの距離がありますね。ちょっとね、ホテルを取り忘れてまして、少しね、僕としては、高めな高級ホテルになってしまいましたが、まあ、やっぱね、体休めないと、翌日ね、本当は何もパフォーマンスできないんで、まあ、そこはね、まあ、しょうがないんで、まあ、宿取りました。いやー、結構雨降ってるな。ね。おかげで片付けが大変だった。ほとんど嫁がやってくれたけど。ね。おう。いつもありがとう。いいよ。で、公開練習の結果ですけれども、ですね、中間がなんと、初めての中間、6位で、喜んだものの結果は、結局やっぱね、日本のね、壁を感じましたね。最終結果というか公開練習の結果は、11位なので、下から数えて3番目かな。まあ、なんというか、いつも通りの結果。まあ、でも、ベテラン選手に聞くと、中間までそのタイムだったら、結局ここの、ね、コースは中間までがテクニカルで意外と重要らしいので、まあ、それはそれですごく良かったかなと思ってますし、まあ、セッティングの方向性も、まあ、間違ってないかなと。まあ、実際ね、この結構雨降ってた中で、まあ、コントロール性も良かったんで、まあ、すごく良かったなと思います。開けたのんびりした道やな。そうやな。田舎っぽさを感じるというか、なんというか。そしてすごいスピードで抜かされていく。まあ、ご安全に。よし、行こうか。さて、今ですね、宿泊先のホテルから出まして、晩ご飯を食べに行くところです。今日ね、食べに行こうとしているのが、ホルモンの焼肉屋さんで、最初ね、海鮮も食べようかなと思ってたんですけれども、今お腹空いてるんで、どうせだったら、まあ、ボリュームあるご飯を食いたいなということで、ホルモンにしました。この辺意外と食べ物屋さん多いな。閉まってるお店もちょこちょこあるけど。
で、ですね、今行くお店が、なんてお店やっけ？ホルモン魂。ホルモン魂というお店で、ホテルからだいたい3分ぐらい、歩いて3分の距離にあります。本当競技者ってね、一度、もう駐車場にね、止めるとね、もう運転するのがめんどくさいんで、僕らは基本的に晩ご飯を食べるときはホテルの近くで、お店を探しております。歩いて行ける距離ですね。あ、ここも美味しそう。高そうやけど。無理や。今回貧乏旅行やから。すごいなんかちょっと気になった。さらしら。何やろ？中華そば、ざるそば。へぇー。こういった昔懐かしの雰囲気のお店もありますね。ホルモン焼き、バラ焼きもあるね。え？そうなん、バラ焼きっていうのはこの辺の名物なん？十和田？十和田？うん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 。どっちか読み方わかんないけど。十和田かな多分。十和田？わからんけど。の、うん、何 B 級グルメ的な感じ。いいやん。なのかな？じゃあね、さっきのお店でもいいやん。ね。これの。うん。やべえ、もう靴がぐちゅぐちゅや。大丈夫、嫁今日一日ぐちゅぐちゅや。やばい。旦那が長靴置いてきてくれたおかげで。しっ。だっていらんと思ってんもん。なんで雨降るって知ってんのに置いてきたん？いや、だって普段、パドック歩かんかいらんって言ったような気がするから。言ったことないで。パドックじゃないよ、コースか。言ったことないで、長靴いらんわ。でも以前はほら。晴れたからやで。あ、そういうこと？うん。ここがバラ焼きのお店？そうね。ホルモン魂。あ、ここやん。やってるよ、この。結構おるやん。めっちゃうまそう。うん？うん。めっちゃボリューム多くない？すげえ。バラ肉も美味しそう。綺麗な赤身でさ。こんな感じ。楽しそう。だいぶ汁の方もね、なくなってきたから、そろそろ食べてもいい頃かな。こんなもんじゃない？もしもし。うん？がっつりなくなってる。あ、そうなんや。じゃあ、もうちょっとやりますか。汁がなくなるまでやってみたいです。うん。見た目でもさっぱりしてるな。なんか、うん、軽い。そう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 。食べられました。いいよ、ごちそうさまです。いやでもほんま美味しかったな。はい、今食べたのはバラ焼き発祥の店赤のれんさんでしたね。まあ、動画見ていただけると分かると思うんですけれども、もうめちゃくちゃボリューミーで、でかつね、お値段もなんと、嫁が頼んだバラ焼きが1000円で、僕が頼んだ、ホルモン焼きも1000円で、しかも定食なんで、大盛りのご飯とでお味噌汁、うん、で多分ね、あれ自家製の、キムチ、キムチなんか、浅漬けに近いけどキムチをな、うん、キムチがついてて、それもね結構辛みがあってな、美味しかったんですよ。お味噌汁美味しかった。うまかったな。ね、うん。全日本でさ、うん、怖いけど、あ、キムワイプみたいなバスしてる。ああ、わかる、キムワイプ。わかるよ、ツイッターに流れてくるたびたびキムワイプ。うんうんうん、すげえ。あ、なんかレトロしかバス、めっちゃ乗ってみたい。ね、へえ、乗ってみて。めっちゃかっこよくない？ね。渋い渋い渋い。右やった。かっこいい。全日本の醍醐味は楽しめた？楽しめた。ね。なかなかね、あの、全日本でこうやってね、あの、青森まで来るっていうのは、まあ、正直ね、結構お金はかかってます。
まあ、交通費だけで、ざっくり6万円。で、かつ参戦費が、4万5千円。まあ、これだけで10万5千円やろ。で、さらに、オイルとか、タイヤとかのメンテ消耗品を加味すると、一戦あたり、だから、16万、8万。おい、18万かかってんのこれ。ここまでさ、来てさ、18万かけてきてるからさ、うん、マジで結果残さんとさ、ちょっとね、だいぶ気分悪いよな。後味悪いわ。ね、マジで明日頑張ろう。頑張れ。まあね、こうやってうまい飯食ったし、ね。ね。ね、ちゃんといいホテルも泊まるし。泊まるし。まあ、あとは本当にね、成績出すだけやな。そうやな。今回はね、でも走り終わったフィーリングとしては、もちろん、なんだっけ、切り屋内。まあ、初めて走るし、本当にね、もう勝手が、ね、わからんようなコースだけれども、走り終わったフィーリングとしては、うん、すごく良くってね。この間の門前で正直だいぶメンタルやられてたから。あれほんと、多分ね、俺、1ヶ月ぐらい引きずったから、門前。うん。なんだかんだね、実は。ずっと言ってたね。うん。こうやってご飯食べてからさ、ホテルまで歩くのってさ、ちょうどいいよね。まあ、ちなみにホテルはそこ曲がったとこやからね。あ、ほんと？うん。もう通り過ぎたよ。あはでも、消化に、食後のさ、運動っていうか、これから消化にいいよね。運動して、食べ物買うんだけどね。あ、そうね。どうしても食後でね、あの競技車に乗るっていうのがね、結構苦痛やねんな。そうですね。定食屋さんから出て今来たのが、セブンイレブンで嫁がね、あんだけホルモン焼きとかバラ焼き食べた後に、いや、食後のアイスが欲しいというので。旦那が言い出したんやで。なんでしれっと嫁のせいにすんの？あれ？ひどい。待って。最後嫁行きたいって言ったよな。でも最初に言い出したのは旦那やで。はい、というわけでアイスを買いに来ました。イェイ。はい、今セブンイレブンを出て嫁が買ったのは半熟マンゴー。半熟マンゴー。で僕が、小豆バー。ちょっと健康志向ですね。さて、ホテルに戻りましょう。どうする？左から行く？どっちから行く？こっちから行こう。行ける？